誰か助けてくれ。だけど私の方がお姉ちゃんでしょ。でもたまにはお姉ちゃんも甘えたい気分になるんじゃない。いつも助けてもらってる分、たまにはあかりが支えるから。よりさん、あかりさん、お疲れ様です。この地区に逃げ込んできた人たちの退路を確保できればとりあえず一安心。町の人々の避難は近いうちに完了すると思います。そうなの。よかった。さすがにもう限界だったわよ。みんなが避難した後も町に居座る魔物はできる限りやっつけた方がいいよね。町を魔物に占拠されたままだとみんな帰ってこれなくなっちゃう。はい、なのでできる限り踏ん張りましょう。おそらく他のギルドも、特に武闘派のカオンなどは町の危機に対処するために動いていると思いますので、なるべく協調して動きつつ共にこの困難を突破しましょう。前代未聞の災厄を力を合わせて乗り越えましょう。占いをしている余裕はないので直感で喋っていますが、きっと未来に希望はあります。さすがにこう過酷な連戦が続くときついですけど。大丈夫か忍ぶ。お前昔から体力ないんだからあんまり無理するんじゃねえぞ。よし、ここは俺に任せとけ。あの双子が教えてくれた、くたびれた心を癒すのは家族のぬくもりだと。ほうら忍ぶ、パパがたっぷり頬ずりしてやろう。スリ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 。仕方ありません。こうなったら私の最終奥義を使いましょう。お父さんの中にたっぷり魔力を注ぎ込んで敵に投げつけるという荒技なのですが、これを使えば敵とお父さんは死にます。え、冗談だよね。この子ったら目がマジなんだけど。うちの優しいマナ娘はそんな腐れ外道みたいな真似をしないよね。冗談です。場を和ませる小粋なジョークです。お前の冗談はなんかものすごく怖いんだけど。これお主ら、緊張感を切らすでないぞ。未だ我らは修羅場におるんじゃ。まあ本来の姿にも戻れず、あまり戦力にもなれぬわらわが言うことでもないんじゃが、不甲斐ないの。すまんの、お主らばかりに戦わせてしまって。落ち込まないでイリア。ミヤコもなんか気分が悪くて戦う元気がないから役立たずなのは一緒なの。
仲間がいると嬉しいな。え、動きが鈍いと思ったら、気分が悪いの？みやこ大丈夫？心配。みやこちゃんいつもみたいにやる気ないだけかと思ってたよ。あかり、その辺のお店からプリン持ってくる。プリンがあればみやこちゃんは元気になるでしょ。代金はお店のカウンターにでも置いとけばいいよね。イリアさんはあの人がいないとちびっこ状態で戦えないのは知っていましたが、みやこさんの不調は気になりますね。いつも羨ましいぐらい元気なのに。ふむ、みやこはお化けゆえに他人の発する感情や魔力に対して敏感じゃからな。町中で恐怖や混乱、負の感情があふれている現状、影響を受けて気分が悪くなったんじゃろ。我らで言うと風邪をひいておる状態に近い。素人意見じゃがな、あまり無理はさせたくないの。ここまで戦闘続きで全員疲れ切ってもいますし、どこか安全な建物を見つけて退避し休息を取りましょうか。うむ、その意見に賛成じゃ。ディアボロスの名手として命じよう。総員一旦退避、骨休めをしようぞ。ああ、そういえばうちのギルドってイリアさんがリーダーなんだっけ。実質シノブさんが切り盛りしてるから忘れがちだよね。え、忘れるでない。お主らはわらわのカリスマ性に惹かれて集まったんじゃろ。そうじゃな、お主らはわらわの下僕じゃろ。ううん、最初はそうだったとしても今はみんな仲間が大好きだから集まってるの。嬉しいな。お化けになった後でもそうやって誰かと絆を結べるな。この世にはプリン以外にも素敵なものがたくさんあるの。みんながみやこにそれを教えてくれた